笹川博士は、日本の男性アニメ監督、漫画家、作家、タツノコプロ顧問、福島県藍津若松市出身、漫画家を経て、タツノコプロの創立時から演出家として活躍、1970年代から1980年代にかけてのタツノコ黄金時代の立役者の一人、代表作は、タイム母ンシリーズなど、ギャグ作品を多く手掛けており、 マンネリを生かしたギャグの演出を得意とする。ギャグアニメの帝王、アニメ界の金ちゃんとも言われた。しかし、当人は、心臓人間、キャシャーンのようなシリアスなストーリーが好きであるという。辰野子コプロでは、取締役兼演出部長として1975年に、研修生を募集し、演出家要員として、マシモコウイチ、ウエダ西久保瑞穂押井守を採用。 個人事務所の笹川博史事務所には、長田能と上北双子、今川康弘、茂木聡サトサトラが在籍するなど、数々の人材を育成している。タイム母ンシリーズに登場する、ささやきレポーターとドクター笹谷部は、笹川博史がモデルである。また、同シリーズの三悪の中の頭脳担当も笹川がモデルの一人と言われている。距離の合図若松で、 漆塗り職人についたが、漫画家になる夢を捨てきれず、同郷の平田翔吾らと合図漫画研究会を結成し、傾倒する手塚治虫に漫画を投稿し続ける。それが契機となり、手塚の誘いで1957年に上京、手塚治虫のフルタイムの専属アシスタント第1号となる。月刊誌。 少年画報の1958年9月号から1959年3月号まで連載された探偵学校で漫画家デビュー。1959年に手塚治虫のチーフアシスタントを独立して一本立ち。少年画報誌では続けて鉄腕ベビーを連載。1963年に創刊された週刊漫画誌少年キングで連載した。 マケンゴロウは1972年に東映動画でマケンライナー0011変身せよとして劇場アニメ化されたがタツノコプロ在籍中のためにアニメ化にはタッチしていない。マケンゴロウは心臓人間キャシャーンに登場するロボット犬フレンダーの原型でもある。その他の漫画作品には週刊少年マガジン連載のワンワン刑事少年社長など 手塚治虫のアシスタントから独立後、虫プロのテレビアニメ、鉄腕アトムの絵コンテを2本に描いたことで、アニメの魅力に取り憑かれ、当時交友関係のあった吉田達夫にアニメ制作の話を持ちかけた。当時の達の子プロは、吉田兄弟で経営する漫画スタジオだったが、同時期に達の子プロへ、投影動画からテレビアニメを共同制作する企画が持ち込まれ、 共同制作の話は流れたものの、吉田達夫は、達の子プロ単独でアニメ制作へ乗り出す。笹川は、吉田のアシスタントだった原聖太郎と二人で、東映動画でアニメーターの養成教育を受け、達の子プロ創立時から演出スタッフとして吉田達夫を支えた。1967年から放送の、オラーグズラなどで、達の子プロにギャグアニメという新たな路線を敷く。 1975年から始まったタイムボカンシリーズは、タツノコプロのカラーのアクションとギャグを融合させようと企画し、タツノコプロを代表するシリーズとなった。古くからの同郷の友人で絵本作家の平田翔吾の誘いで、1979年9月にタツノコプロを退社し、西崎義店の東京動画へと移籍。個人事務所の笹川事務所も設ける。 タツノコプロ大社後も引き続き、タイム母艦シリーズを担当するとともに、東京動画では、メーテルリンクの青い鳥チルチルミチルの冒険旅行、宇宙戦艦ヤマト3を担当。さらに、東京動画は、新鋭動画の下請けをすることとなり、忍者ハットリくんの総監督に就任した。それにより、A プロ時代の色化を残していた。 新衛動画の作品に神風をもたらし、忍者ハットリ君の図工、などに見られる、ずっこけセリフを数多く生み出して、子供たちに人気を博した。1983年に、東京動画が解散し、西崎義典との契約が終了した以降も、新衛動画での作品が仕事の中心となった。この頃の笹川は、週に三本の監督の掛け持ちは当たり前で、 さらに、平田の勧めで、自動小説を書くようになったので、多忙を極めた。1990年からはテレビ朝日版、ドラえもんの、初代プロデューサーで、アニメ企画会社スタッフ21の社長も務めていた、菅野哲優が設立したアニメ制作会社、アニメーション21の立ち上げに参加している。笹川の他に、杉井京二と杉井が社長を務める。 タツノコアニメ研究所のアニメーターが退去して移籍して、サラダ重有志トマトマン、大井、龍馬、ポコニャン、カンビュセスのくじを制作するもバブル崩壊の影響もあり、アニメーション21は解散。OVA、タイムボカン王道復古に監修として参加したことがきっかけとなり、1994年から顧問、企画室ディレクターとしてタツノコプロへ復帰した。 2009年3月公開の実写映画、ヤッターマンには、ドロンボー一味のインチキ商売に騙される客として、仮名を出演している。2010年3月には、郷里の藍津若松市の観光 PR キャラクター、おしろぼくんをデザインした。モチーフは鶴ヶ城。テレビアニメオープレイ劇場、に、アニメージュ編集部編、TV アニメ25年史。 特馬書店、1988年、P107 タツノコプロダクション監修、ダーツ編集、タイムボカン全集2役の稼働ソフトバンク、1998年、P121、笹川博歌もおだてりゃに登る私の漫画道と、アニメ道、ワニブックス、2000年、P154、平田翔吾、根本圭介、合図漫画研究会、 日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ・テズカ・オサムト6人ブティック社、2005年、P130、平田翔吾、根本圭介、合図漫画研究会、日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ・テズカ・オサムト6人ブティック社、2005年、P191、柿沼秀樹編集、構成、辰野子プロダクション 30th anniversary フィルムブック、バンダイ、1993年、P51、 タイムボカンシリーズの育ての親、笹川博士インタビュー、あのシーンを忘れない傑作アニメ100タイトル2柱、1999年、P90 おしろ僕が合図若松市公式サイト内2010年3月5日、タイムボカン2000回答きらめき万作品情報。アニメハック。2020年5月27日閲覧。ありがとうございます。